山本氏は日本のスプレーアーティスト、スプレーアート専門店グランローバ代表。兵庫県辰野市出身。身長180センチメートル、体重73キログラム、血液型 O 型、双子座、うさぎ年。岡山県作用高等学校、関西国際大学出身。小学5年生までは兵庫県赤石市に住んでいた。父親の仕事の関係で同じく、 兵庫県立野市へ引っ越し中学3年生まで生活。高校は岡山県作陽高校のサッカー部へ入部し、寮生活をしながら3年間を過ごす。チームが全国大会に出場していながら、自身はレギュラーになれなかったことから挫折し、小学1年生の時から夢だったプロサッカー選手になることを諦めた。その後、関西国際大学卒業を経て、 スポーツクラブへ入社。子供たちを対象としたサッカー指導員として働く。仕事にやりがいを感じながらも給料面で将来に不安を感じ、入社から1年で、東証一部上場企業の物流関係営業職へ転職。2014年に家で YouTube を見ていた際、関連動画にたまたま出てきたスプレーアートの動画を見て衝撃を受ける。自身も真似してやってみると、 自分の画力より、はるかに良い絵が描けたことが嬉しくなり、その日から、スプレーアートに没頭するようになった。サラリーマンをやりながら、スプレーアートを始めて2年後、独立して、自分でやってみたいという気持ちが強くなり退職。2016年から、日本初のスプレーアート専門店を神戸に構えて、関西を中心に画家として活動。店舗では、 スプレーアート作品の展示販売やオーダー作品、イベントの打ち合わせなどを行っている。保育園、病院、介護施設、商業施設、企業、イベントなどで出張ワークショップを精力的に行い、絵を描くことの楽しさや、自身の体験から新しいことに挑戦する、きっかけ作りの重要性を伝えながら活動している。また、 スプレーアートの他にレインアートブラックライトアートなどの制作にも積極的に取り組んでいる26歳のサラリーマン時代に YouTube でスプレーアートを知る。独学でスプレーアートを学び退職後、28歳で神戸市に日本初のスプレーアート専門店をオープン。31歳で TV チャンピオン局極みでスプレーアートを決定戦において優勝。 31歳で幼少期から、スプレーアートに出会うまでを執筆した、自伝本、無足ネオ出版。用意ドン。隣の人間国宝さんで、隣の人間国宝さんに、認定今ちゃんの、実は、未だ知らないお忍び五位数人は、実はで、五位数人認定三つアウトレットパークマリンピア、神戸に、雨の日だけ現れる不思議なレインワークスを制作すいた、グリーンプレイスに、 水をかけると見える不思議なレインワークスを制作。スプレーアート専門店、グラントリアバス公式ホームページ、山本岳市 YouTube、山本岳市 Twitter、山本岳市 Instagram、山本岳市 Facebook。ありがとうございます。